こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、40代のサイズ選びの教科書というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあサイズ選びって結構重要かつ難しいものだと思うんですよね。まあ僕自身も身長164センチ53キロと体型が小柄なので、昔からサイズ選びにはめちゃくちゃ悩んで生きてきました。まあ最近だとですね、以前ほどはサイズ選びにですね悩むことは少なくなったんですが、それでも以前はタイトなものを選んでおけば、まあそこまで失敗はなかったんですが、最近は結構サイズのですね、正解というものの範囲が広がってるんですよね。なのでより難しいです。まあ僕の体型だと普段 M を着ることが多かったりするんですが、ブランドによっては S を選んだりだとか、あとはユニクロだとワンサイズ上げて L にしたりだとか、本当にブランドだとか雰囲気によってサイズ選びもまちまちだったりするので、まあある意味では今一番サイズ選びが難しい時代かもしれないなと個人的には感じてるんですね。それとあとは年代ですよね。まあ、僕自身今ですね40代に入りまして、まあ、僕の世代にはどういったサイズ感が正解なのか、同じようにですね悩んでる方結構たくさんいらっしゃるかなと思います。トレンド的なサイズ感がいいのか、ジャストサイズがいいのか、ゆったりめがいいのか、このあたりをですね今回の動画ではしっかりとお伝えしていきたいなと思っていますので、よかったら最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的に40代に似合うサイズ感について皆さんと一緒に考えていきたいなと思ってるんですが、ただ40代といってもですね、正直僕のように40代前半と48とか49歳といったような40代後半ではやっぱり全然似合うものが変わってくるんですね。まあ、ここもちゃんと踏まえた上でお話をする必要があるのかなと思います。基本的に40代前半だと30代からの延長線上で、まあ、ある程度ですねカジュアルなお洋服とかも似合う人は似合うんですよ。これは若く見えるのか大人っぽく見えるのかっていうところも関係してくるかなと思うんですが、40代前半だと割とカジュアルなものが似合うんですが、40代後半になってくるとやっぱりカジュアルなものがより似合いづらくなってくるかなと思います。顔立ちだとか雰囲気だとか体型だとか髪質だとか、こういったものがすごく大人っぽく重厚感が出てるのに、着こなしがパーカーとかだとそのギャップがですねものすごく違和感として感じられてしまうので、なかなかカジュアルなものが年を重ねるごとに似合いづらくなるというところですね。このあたりはまず大前提として覚えておくといいかなと思います。ただですね、ちょっと先ほどもお伝えしましたが、実年齢と若く見えるかどうかっていうところは結構人それぞれなんですね。例えば僕が同窓会に行くとしますよね。そうすると同い年の男性がそこには集まってると思うんですが、まあ、そんな時にも本当に大人っぽく、もうおじさんっぽく見えてしまう人もいれば、割とですね若い子と変わらなくてそのまんま来ちゃってるような人もいますし、あとはファッションが好きだったりだとか、ある程度自分の見た目に気を使ってる方だと若々しく見えたりだとか、本当に同い年でも全然雰囲気は違ってくるわけなんですね。まあ、ここはどのように理解すればいいのかというと、真面目な雰囲気の方だとか、あとはちょっとこう大人っぽく見えるような雰囲気の方だったら、40代後半の方のようにちょっと綺麗めを意識した方がこのギャップというものがなくてよりハマりがいいかなと思います。一方で若く見られたりだとか、ファッションが好きだったりだとか、トレンド感のある服が好きな方であれば、ある程度カジュアルな服であっても着こなせてしまうことが少なくないんですね。例えば芸能人だとか役者の方を想像してもらうと、結構40代の方でも若々しい方たくさんいます。まあ、こういった方だったらそこまで綺麗めに振らなくてもカジュアルな服だとかトレンド感のある服って似合ったりするんですよね。なので実年齢も大事なんですが、今のですねご自身の雰囲気ですね、それによって似合う服がカジュアルなのか綺麗めなのか、このあたりが変わってくるというところも、まあ、ぜひ覚えておいていただければなと思います。まあ、僕自身で言うと40代前半ですが、割とファッションが好きでトレンド感みたいなものも似合う方だと思うんですね。なのでカチッとした綺麗めな着こなしよりはちょっとカジュアル感のあるものをですね楽しむことが多いんですね。まあ、このようにまずは自分自身の見え方ですね、このあたりから把握をして、綺麗めがいいのかカジュアルがいいのか、このあたりを大枠を決めておくといいんじゃないのかなと思っています。で、その上でですねサイズ感について改めて考えていきたいなと思うんですが、
まずは NG からしっかりと理解しておくことが大事かなと思うんですね。40代の男性にとってどんなサイズ感が NG なのかということです。まずこれは3つ僕あるかなと思ってまして、まず1つ目はタイトなサイズ感ですね。これは NG だなと思っています。まあ、僕たち40代の大人世代って、まあ、20代の頃から割とタイトなサイズ感のものに見慣れていたりだとか着慣れていたりするかなと思うんですね。まあ、その流行って結構長かったので、今もですねその延長線上でタイトな服を着ている方もいらっしゃるかなと思うんですが、なかなか40代に入ってくると難しいことも少なくないかなと思います。それは体型も変わってきてるし、あとはトレンドも変わってきてるので、タイトな服を着たりするとムチムチ感が出て、その結果清潔感が漂わなかったり、あとは今の時代のトレンドとも合わなくなってしまうので、なかなかタイトな服が40代ぐらいになってくると似合いづらくなってくるかなと思います。まあ、特にタイトすぎる服ですね。もうパッチパチのスキニーデニムだとか細身のアウターだとか、そういったもので全身を構成してしまうとなかなか難しいのが40代世代かなと思うので、タイトな服には注意が必要かなと思います。続いて2つ目の NG のサイズ感なんですが、大きすぎるサイズ感ですね。いわゆるトレンドのビッグシルエットというものがありますが、行き過ぎたビッグシルエットというのは大人の男性にはこれまた似合いづらいかなと思います。先ほどお伝えしたこととちょっと逆のことを言うようで恐縮なんですが、今のトレンドというところを加味するとあんまりタイトすぎるのは良くないんだけども、だからといって今のトレンドに振り切ったビッグシルエットが好印象かというとそれまた難しいんですよね。まあ、僕ら世代というのはある程度タイトなサイズ感に見慣れてるというところがあるので、ジャストサイズからちょっと緩さがあるぐらいであればまだですね視覚的には違和感がないんですけど、大きすぎるサイズ感を着てるとなんかこう若作りしすぎていたりだとか、ちょっとなんかサイズ感間違えちゃったんですかみたいに勘違いされてしまうことも少なくないので、大きすぎるサイズ感っていうのもこれまたなかなか難しいですね。まあ、僕自身もトレンド的な服も好きだったりするので、いろんなサイズ感のものにトライをしましたが、やはり大きすぎるものは違和感ありますね。雰囲気とやっぱり合わなかったりするので、サイズ感大きすぎるものですね、これも注意が必要かなと思います。まあ、言ってしまえばタイトすぎるものだとか大きすぎるものみたいな極端なものというのは40代以降はなかなか似合わないというところは頭の片隅に置いとくといいかなと思います。そして3つ目の NG のサイズ感なんですが、中途半端なサイズ感ですね。なんか緩くもなくタイトでもなくというですね、曖昧なサイズ感ですね。まあ、こちらをぜひ参考にしていただきたいんですが、その長さがダルンとしてたりだとか、フィットもしてなければ大胆にゆとりがあるわけでもない、意図的じゃない中途半端なゆとり感ですね。これはやぼったく見えるし、おしゃれには見えないので結構注意が必要かなと思います。服にあまりこう関心がない方が数年前の服を着るとこういったサイズ感になりがちなんですね。なので中途半端なサイズ感というところは注意が必要なのかなと思います。この3つですね、タイトすぎてもダメだし、大きすぎてもダメだし、中途半端なサイズ感もダメというところで、じゃあどのあたりが王道なのかというと、やはりですね、ジャストサイズからちょっと緩めのサイズ感、このあたりまではまず間違いがないサイズ感になってくるかなと思います。まあ、ジャストサイズというのは、まあ、良くも悪くもあまり時代に大きく左右されないんですね。まあ、いつの時代でもジャストサイズというのは決して不正解ではないので、このあたりを選んでおけばベーシックで40代の大人世代には似合ってくるかなと思います。またちょっと緩めのサイズ感っていうのも、今のトレンド感をちゃんと把握をしながらも僕たち大人世代の悩みである体型の緩みですね、このあたりを程よくカバーしてくれるのでちょうどいいサイズ感ではあるかなと思います。ですのでこちらのチャンネルでは基本的にはちょゆるサイズぐらいをですね目安に皆さんにいろんなアイテムをご紹介してるかなと思います。でアイテムごとにサイズ感をちょっと見ていきたいなと思うんですが、まずボトムスから見ていきたいなと思うんですね。ボトムスのサイズって結構幅が広いんですよ。それこそスキニーデニムみたいなものもあれば、ベーシックなテーパードの効いたやや細身のボトムスもあります。またはワイドシルエットのものもあったりするんですが、まあ、大人世代であれば個人的にはテーパード型の綺麗めなシルエットのボトムス、これが軸になるかなと思います。例えばユニクロで言えばスマートアンクルパンツですね。このあたりがなんだかんだで一番使いやすいんですよ。タックワイドパンツみたいなものになってくると似合わなくはないんだけども、ちょっとおしゃれが好きな40代だとかトレンド感が似合いそうな若々しい40代の方であれば、タックワイドパンツみたいなものはハマりがいいかなと思いますが、まあ、ど真ん中で言うとなんだかんだで新しさは全くないんですが、スマートアンクルパンツぐらいの方が使いやすいかなと思いますし、グリーンレーベルで言うとオルマ
枚パンツですね。このシルエットはまさに40代のど真ん中だと思います。スマートアンクルパンツに比べると少しゆとりがあるんですが、体のラインを拾わないような適度なゆとり感がありつつも、足が綺麗に見えるような設計になっているので、これこそですね、すごく使いやすいボトムスかなと思います。またちょっとスマートに拭いたい方だったら、グローバルワークのアーバンスラックスですね。これがスッキリめのシルエットで使いやすいかなと思います。アーバンスラックスがギリギリの細さだと思いますね。結構これでも遅いんですけども、これ以上細くしてしまうとちょっと時代感に合いづらかったですので、ここが40代の大人世代が選ぶのであれば一番細いラインかなと思っています。で、ちょっとトレンド感あるものが履きたいなという方はユニクロのタックワイドパンツですね。これワイドパンツと言いながらもそこまでワイドじゃないんですよ。もっとワイドパンツなんかも振り切れば太いものいっぱいあるんですね。なのでユニクロのタックワイドパンツまでであれば40代の世代の中でも若々しく見える方だとかトレンド好きな方には非常にハマりやすいかなと思うので、このあたりを基準にしていただければなと思います。続いてトップスを見ていきましょうか。例えばシャツだとかニットのような大人の男性に似合うようなマストアイテムで言うと、サイズ感はやはりですね、ちょっと緩めの方が僕はいいんじゃないのかなと思っています。というのもシャツみたいなものというのは襟がついていて結構綺麗めな雰囲気ですよね。それをジャストサイズで着ると割とビジネスライクに見えてしまうところがあるんですね。なので少しだけゆとりを持たせた方が今の雰囲気もちゃんと出ますし、あとは大人の男性が着た時のサイズの悩みみたいなところもうまくカバーできるので、シャツとかニットは少し緩めがいいかなと思います。まあ、ニットに関しても結構ジャストサイズで着てしまうとお腹のラインとかですね、体のシルエット拾ってしまうので、適度にゆとりがあった方が僕はバランスがいいんじゃないのかなと思っています。まあ、そういった点で言うとユニクロで服選びをすると割とジャストサイズからほんの少しゆとりがあるぐらいのサイズ感になるんですね。なのでユニクロで選ぶのは40代の男性にはすごく良かったりするんですね。だけどもセレクトショップのオリジナルですね、例えばグリーンレーベルだとかアーバンリサーチだとかエディフィスだとか、このあたりで選べばユニクロよりももうちょっとサイズ感緩めになっていまして、適度な緩さというところが実現できるんですね。なので体のラインをある程度隠しつつトレンド感もほんのり混ぜたいのであれば、やっぱり40代以降の男性はセレクトショップのオリジナルですね、このあたりをうまく使ってあげると程よいサイズ感があまり頭を使わずにですね、気軽にゲットできるのですごくバランスがいいんじゃないのかなと思います。そしてアウターに関しては僕はジャストサイズからちょいゆるぐらいでいいんじゃないのかなと思っています。で、これは年代とか雰囲気によるかなと思いますね。例えば分かりやすくチェスターコートを選ぶ場合にも、40代後半ぐらいになってきたらやはりジャストサイズのチェスターコートとかで全く問題ないと思うんですね。あんまり緩すぎるものを着てしまうとちょっと雰囲気合わなかったりするので、まあジャストサイズからまあほんの少しゆとりがあってもいいですが、まあそれ前後ぐらいのチェスターコートとかステンカラーコートを選ぶのが僕はバランスがいいかなと思います。まあ一方で少しトレンド感を取り入れたい若々しい方の場合はチェスターコートを選ぶよりもステンカラーコートですね、こちらを選んだ方が最初からボックス型になっているので少しゆとりが楽しめるんですね。まあこのようなアイテムのサイズ感の特徴で選び方を変えてみるのもすごくいい選択肢かなと思うので、まあぜひ参考にしていただきたいなと思います。他にはアウターの中ではダウンだとかマウンテンパーカーとかナイロンジャケットみたいなちょっとスポーティーなものもあるかなと思うんですが、このあたりもやっぱり大きすぎるものというのはちょっとストリートのノリが強すぎてしまって大人世代には似合わないので、ジャストサイズからほんの少しゆとりがあるものがちょうどいいんじゃないのかなと思います。僕が動画の中でよくお伝えしているノースペースのコンパクトジャケット、このあたりはいつもの皆さんのサイズを選んでいただいてもほんのりゆとりがあるんですね。これぐらいが結構使いやすかったりするので大人の男性にも合いやすいサイズ感なのかなと思っています。で、理想的なのはアウターだとかトップスに関してはジャストから少しゆとりがあるぐらいにしまして、まあ、ボトムスはジャストサイズぐらいの綺麗めなテーパードが効いてるものですね。こんな形でメリハリをつけていただくのがやはりサイズ感としてはバランスがいいかなと思うので、まあ、ぜひこれをベースにしながら真面目な雰囲気の方だとか大人っぽい雰囲気の方はややジャストからタイトめにしてもらってもいいと思いますし、トレンド感意識したい方はややゆとりを持たせてあげるという形で前後差をつけていただくと、まあ、サイズ感においてはまず間違いがないかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。
はい、ということで今回の動画では40代のサイズ選びの正解について皆さんにお伝えさせていただきました。まあ、このサイズ選びというのは結構難しいんですね。これなぜかというと時代によってサイズ感の正解というのが緩やかに変わるからなんですね。例えばスーツだとかビジネスカジュアルみたいな感じで言うともうジャストサイズというものが定番でこれは大きく時代に左右はされないんですが、まあ、カジュアルの世界で言うとやはりトレンド感というところですね。サイズ感にもすごく反映される部分があるので数年単位で変わってくるかなと思っています。ですので個人的にはカジュアル服に関しては、まあ、3年ぐらいを限度として定期的に入れ替えた方がその時代の空気感に合ったサイズをしっかりと取り込むことができるのかなと思っています。ですので一丁羅でめちゃくちゃ高い服を買って10年以上買うっていうのも、まあ、素敵でロマンも感じるんですが、そうするとちょっとサイズ感で今っぽさが出ない可能性もあったりするので、自分にとって居心地のいいと思える価格帯、頑張ってもそれの 1.5 倍ぐらい前の価格帯で、まあ、定期的に入れ替えながらアップデートしていくというのが、まあ、個人的にはバランスがいいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもサイズ感見直しながらですね、日頃の着こなしを楽しんでいただければなと思っています。これからもですね、こちらのチャンネルではこのような形でメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、まあ、普段の動画の中ではなかなかお伝えできないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドまたは専門ブランドのようなちょっとツー向けのアイテムですとかコーディネートについては僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナル動画とそれに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信をやっています。今日もこれからライブ配信なんですが、皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄の方からぜひチェックしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では動画ではなくて写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日配信をしています。僕もほぼ毎日記事を書いていまして最新のアイテム情報を皆さんにお届けしていますし、まあ、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれていますので、まあ、気になる方はですねこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。